檜山城石檜山安藤市上官跡は、秋田県の白市檜山集落の東側丘陵にある山城及び上官遺跡群。1980年と1986年に、檜木山城跡とその近くにある大館跡、茶臼屋方跡,跡、国清寺跡とを合わせて、国の史跡に指定された。また、 秋田伊佐尾新報社が主催した1952年6月20日の第1回秋田県観光30系で第10位に選出されている。檜山城は、野城市南東部に位置し、米城川の支流檜山川南の標高147メートル、周囲との飛行128メートルの霧山にある。所在地の名を取り、霧山城、あるいは、堀の内城とも言われる。 東西1500メートル、南北900メートルの大規模な山城であり、西方には宇宙街道が重層する。霧山及びその山陸の馬底形地形を利用して構築され、堀切りや断築を用いて、要害としている。城の中核である本丸、二の丸、三の丸は南側の最長部に位置する。北側の間斜面にも多数の車や腰車があり、教法十三年及び、 天保2年の絵図には、本宮堂、鉄砲城、星場など、多数の施設が記載されている。本丸以下の南側とこれら北側間斜面の間の、尾根には、ヤグラートがある。本丸の北東約1250メートル地点に、安藤家の菩提寺国清寺があり、西北西700メートル地点には、桐山天神宮、その沢を挟んだ南側に、高谷市の菩提寺多方院がある。 さらに、霧山天神宮と多方院に挟まれた、絶上大地には安藤氏時代の御用場跡があったと推定される。なお、古城地区には、八形神、御用場、古寺、赤間地区には、鉄砲城、背中炙りという地名が今も残っている。1432年、安藤康式が集築したとの記録もあるが、 一般的には1456年、河北船長を漁していた、河西修正を、安藤正規、安藤正し父子が滅ぼして、安藤氏がここに本拠を構え、正規が築城を開始して、中期が1495年頃に修築を完了したとされる。以後、広木、春季、愛紀、サネスエまで五代にわたり檜山安藤氏の居城となった。1589年には、 安藤氏の内紛により、この城で大規模な牢城戦が行われている。1598年、八年、スウは土崎の港城に移り、檜山城は大高相模森安清氏の大干地となった。関ヶ原の戦い後の1602年、秋田氏と改めた安藤氏は、日立獅子戸に天保となり、代わりに、佐竹氏が秋田に国替となった。佐竹氏は小、小馬犠牲を、 檜山城の城代とするが、1610年には小が犠牲を大盾に移し、代わりに、田谷千家が城代となり、檜山一万国を受けた。田谷氏は大規模な城の改築を行ったものの、江戸幕府の一国一条例により、1620年、檜山城は廃城となった。しかし、田谷氏は代々この地に留まり、檜山は廃藩地権までこの地方の政治や、 文化の中心となった。また、この地には、神社仏閣が多数現存しており、納豆が名産となっている。2016年6月6日、日山安藤市場館跡で、初めての発掘調査が開始された。これは2017年度の環境整備のため、野城市教育委員会が実施したものである。市場跡と、国清寺石日山城北西の市場、大館には、 北方の城である茶師の特徴があるという指摘も菅井雅美などが行っている。1971年から6時にわたる発掘調査では中世の館跡や古代の集落跡が重複する複合遺跡であることがわかり、遺物としては、弾き、牧書土器、不意の歯口、鉱物通報などが出土した。大立跡は、 元業の乱の際に政府が気づいた野大英ではないかと言われていた時期もあったが、この調査では証拠となる資料は見つからなかった。古代住居跡はほぼ10世紀から11世紀にかけてのものであるが、戦国時代の大館はこれら住居跡の立地する大地を空堀によって区分しており、現在ではそれぞれ大館、小館と称される。先端部分には二重、三重の柵を備えて、 防御を固めた痕跡が残る。チャウス館は、檜山城の西にある市場と考えられている。第一城の車を区画する掘り切りや、腰車が現存しており、中世上館の構造を知る上で重要な、考古資料となっている。ここには、大浦市に追われた、津軽の北畑岳氏が住んだという伝承、また、大高相模守の館跡という伝承もある。構造は、 大立跡に類似しており、区分された区画は、小立、中立と呼ばれている。大立跡の空堀大立跡、茶臼屋方跡,跡はいずれも、標高50メートル前後の丘陵末端部を数本の堀、土類で区分した、簡潔な構造であるが規模は大きい。共に正面が、宇宙街道を向くというところにも、共通点がある。国清寺は1504年頃。 安藤正しによって建てられたとされる安藤氏の菩提寺である。安藤氏が日立国志士に移された後は廃寺となった。現在ではかつての境内であった水田に一本の銀杏の木を残すのみである。檜山城には米城側に面する丘陵城にいくつかの市場的役割を果たす館が設けられていたと考えられるが、 1980年3月21日、その中の大館、また南方の備えである、茶臼館、そして本城及び国清寺石が一括して、国の史跡に指定され、その保存管理計画も策定されている。田谷屋巨館後飛山入部後の田谷氏は当初は、飛山城に入ったが、飛山城を破却後は、茶臼山に入り、館を築いて、家臣を周囲に排した。 野代市教育委員会では、1994年から1996年にかけて遺跡範囲と保存状態確認のための緊急調査を行っている。その結果、中央部の聖地跡、表門跡及び裏門、過去裏門の痕跡を示す凹み、土類、井戸跡、溝跡、土孔などを確認しており、町屋では核材列を検出した。異物は伴っていないが、 近世の屋敷造成や小規模な都市計画のあり方を示す資料となった。ありがとうございます。